星野源さんで、TOKIO です。よろしくお願いします。動き出せ、針を回せ、次の君につながれ、時を今乗せて続いてく意味もなく。金曜日だったので学校があったんですよ。でそしたらですね、クラスメイトの、女の子がですね、ゴーダ君、僕ゴーダって言うんですけど、本名ゴーダ君って動きが可愛いよねって言われたんです。動きが可愛い、動き可愛いかなみたいな、可愛いかなみたいな、可愛いかなみたいな、そう
動き可愛いですか？よくわかん、じゃ僕もわかんないんです。でもなんか動き可愛いんだったらせっかくだから今後可愛い路線でやっててもいいなとか思ったりもして。なんか日本三大可愛いであのハローキティマイメロディウィンターって入れたら嬉しいなと思いながらちょっといろいろ考えてるんですけど、どうしましょうねこれ。かわいい。ありがとうございます。今あれですよ、あの撮影タイプです。まあというちょっとしたヨタ話でしたけど。はい、高校1年生ですよ。大きいのに可愛いんですよ。可愛いの、可愛いらしいですよ。でか可愛い、あ、いいじゃないですか。でか可愛い、あ、でか可愛いでやってこう、この採用します。ありがとうございます。はい、ということで、あの今の話は次の曲と全く関係がないので一回置いてまして、続いての曲、参りたいと思います。